土屋さん、今回ルーツ JDL にこれだけたくさんの協賛というか出展いただきました、ね、本当ありがたいですよね。もうこんなたくさん協賛いただいて、それも何やるかわからないのに日本初のイベントにね、こうやって来ていただいて本当ありがたいですよ。これを一つずつ一歩一歩もっともっと大きくしていきたいですね。そうですね。だからやっぱこう1回目まずやってみて、スポンサーの皆さんがなんか面白いことやり始めたぞって思ってくれたらね、次の第2回目もやっぱこう認めてくださるじゃないですか。そうですよ ね。で出てるだけじゃなく来てくださるギャラリーの方がいらっしゃるってのは、これ協賛の方々にも重要ですもんね。めっちゃ重要ですよ、はい。その意味では今回たくさんのご協力企業には本当に感謝申し上げます。後ほど私の方がいろいろとブースの方にお話を伺っていきたいと思います。それではまずはこちらから伺っていきたいと思います、はい、ここはね、カローラ栃木さんです。はい、ここは新型の86並べてますね。やっぱディーラーですねそうですね、でもやっぱりかっこいいですね。だから今度は AE86 と FT86 のダブルイベントみたいなね、そういうのもありですよ。なるほど。新旧のイベントって面白いじゃないですか。ね、ちょっと私が、いやなんか、なんか変な女座ってますよ。チョコブランカさんがいらっしゃいます。いい女、いい女、いい女が座ってる。さあ、ブリットさんの前にやってきました。土屋さんもね、大変お世話になってると思います。僕はもうブリットとは1982年からです。ええ、じゃあもう一筋。どのあたりがやっぱり素晴らしいですか。あのね、そのアジア人の体型に合わせて作ってくれるのがブリット。やっぱ他のメーカーだと海外の洋物だとね、大きいんですよ。ブリットはそこから始まったんですよね。日本人の体型に合わせてっていう、そこからアジアの人たちがみんな認めてくれるようになったっていうことです。やっぱポールが全然違うってことですね。違いますね。やっぱりこう最初はもう本当日本人体型のために作ってくれましたからね。そこはありがたいですよ。チョコブランカさんいかがですか。ホールド感がやっぱり旦那よりもホールド感あるありますね。しっかりホールドしてくれるんで気持ちよくて寝たいですね。寝たい寝たい気持ちいいです。うち帰って旦那と寝なさいはいそれからはいぐるっと回っていきましょうか、結構さまざまなブースありますね。ねえ、ほらこんなエアロとかね、これカーボンですよ。これ本当だ、カーボンは高いですからね。高いですよね。ねえ、カーボン高いよね。焼くのが大変ですよね。そうなんですよ。シャーマンさんの、ここはここは、あ、ここはいろんなものやってる、はい、ね、いろんなものやってますよ。ここホイールですね。ホイール大事になってくるのはどのあたりなんですか。ホイールはね、やっぱりあの剛性なんですね。硬ければいいってもんじゃなくて、やっぱその車の剛性に合ったアルミホイールの剛性だから、もう硬すぎず柔らかすぎずっていうのがいいですよね。からモチュールですね。モチュール、これ宿敵ですよ。これもうスーパー GT でめっちゃ速いのモチュール、いつでもトップ走ってんの。なるほどね、めっちゃ速いモチュールは。そしてサスペンション、うん、サスペンションですね。はい、はい、本当にたくさんの企業にご賛同いただいています。そしてここはタイヤですね、はい、ね、ありがたいですよね。タイヤもやっぱりもちろん重要じゃないですか。いや、めっちゃ重要ですよ。やっぱりタイヤでこうグリップがね変化しますから、はい、やっぱこう滑らないとドリフト競技にならないんで、うん、ただそこで滑りすぎちゃうのもダメなんですよ。やっぱこう滑ったのを止めてくれるようなグリップ力がないと。さあ、出展ブース最後になります。こちらもホイールですね。ここもホイールですね。これ N2 のインチキは速いやつですよ。これ渡辺、はい、もう86といえば渡辺のホイール、はい、だから僕なんかもう昔このホイールでしたよ。あ、そうですか、ということでブースをご覧いただきました。本当にご賛同いただきましたスポンサー皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。次もお願いします。次もって言ってよ。次もお願いいたします